今日はお好み焼き屋の紹介やで。そういえば、大阪のグルメを紹介するコーナーなのに、まだお好み焼きもたこ焼きも紹介してなかったよね。今日紹介するのは、大阪難波駅そばにある、味の家本店さんや。昔はここの階段から下の道路まで、めちゃくちゃ行列が絶えないお店やったんやけど、今はコロナの影響で並びが少ないみたいやな。今回はテイクアウトで頼んでみたやで。何を頼んだの？まずは味の家さんの定番、味の家ミックス。豚肉、イカ、タコ、エビ、牛ミンチ、卵2個、牡蠣がすべて入ってる具沢山の一品や。美味しそう。ほな早速いただいてみようか。早速って言ってもできてから1時間以上経ってるけどな。パク。うん。うまい。なんと言っても生地がふわふわや。キャベツも甘みがあって絶妙な水分量が、このふわふわ感を生み出してるねんな。ソースも美味しい。マヨネーズにはちょっと辛子が練り込まれていて、辛子マヨネーズになってるね。注文の際に、マヨネーズや鰹節、青のりをかけるかどうかも聞いてくれるから、苦手な人も安心。ついでに牛すじも頼んでみたやで。うち、お好みで一番好きな具材が牛すじやねんな。パク。うん。味の家ミックスの方がうまい。生地やソースは変わらずうまいんやけど、すじが思ったよりかなりブヨブヨで固めやな。ちょっとオチが思ってたすじとは違ったな。この味の家さんには何度か行ったことがあるんやけど、チーズやトマト系の変わり種系お好み焼きも多いし、焼きそばやモダンももちろんうまいやで。数あるお好み焼き屋の中で、なんでこの味の家さんを選んだの？それはな、うまいからや。めちゃくちゃ単純な理由だね。でもな、伊佐難波とかに旅行に来たらわかると思うんやけど、お好み焼き屋やたこ焼き屋やラーメン屋なんか乱立しすぎて、あらかじめ決めとかんと、どこ行くかめっちゃ迷ってまうねんな。そんで適当に空いてる店入ったらあんまりやった。みたいなことがあるから、下調べは重要や。中には、メディアにもよう出てて超老舗やのにくっそまずいお好み焼き屋もあるから、それはそれで今度別の機会に紹介したいけどな。お好み焼き屋って1000円以上するお店多くて高いし、うちも外でめったに食べへんのやけど、うまいお好み焼きは、やっぱり家庭ではなかなか出されへん味や食感やから、せっかく大阪でお好み焼き食べるなら、できるだけ美味しいお店で食べてほしいかな。難波グランド花月の近くにももう1店舗美味しいお好み焼き屋あるから、また次食べた時に紹介するやで。たこ焼きは？たこ焼きなんかお好み焼き以上に食べへんな。辻製菓の学校行ってた時に天王寺でよう帰りに行ってたお店があったぐらいで、むしろうちが教えてほしいぐらいや。ということで、大阪の美味しいたこ焼き屋の情報よろしくやで。よろしくやで。ほんならまた大阪のうまいお店でお会いしましょう。またね。またな。